ントン大阪の、セントラムの12月のランチ行ってきました、これはシュトーレンっていうクリスマスに食べるお菓子で、1階のマイプレースっていうカフェに販売してます、この小さい方が800円、これは中サイズになるんですけど2200円で販売してました。まあこれこっちは1週間ぐらい持つかな、これは年末まで持ちますんで、まあ日持ちするお菓子なんでクリスマスあたりに食べたいと思います。はい、こちらなんですけど、セントラムで食事をするともらえる、フィリップ総料理長が作った特製のスパイスらしくて、ステーキとか、チキンとか唐揚げとかですかね、あとポテトとか、まあ、いろんな料理に振りかけて、まあ、味を変えて楽しんでくださいっていうことで、このスパイスクリスマスプレゼントでいただけるみたいです。クミンとかなんかいろんなスパイス入ってるみたいです。